ブランドン・アラン・ビーチーは、アメリカ合衆国、インディアナ州、ハワード郡、高校出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。2019年現在は、独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックス、所属。2008年の MLB ドラフトでは、指名を受けなかったが、アマチュアフリーエージェントとして、アトランタ・ブレイブスと契約を結んだ。 2010年9月20日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビューを果たした。2011年は先発ローテーションの5番手として開幕を迎える。4月19日シーズン4試合目となるロサンゼルスドジャース戦でメジャー初勝利を挙げる。6月22日のトロントブルージェイズ戦で自己最多の11個の三振を奪うなどシーズンを通して 東京界を上回る169個の三振を奪った。2012年5月17日のマイアミマーリンズ戦でメジャー初関東、初カンプを記録するなど、一時防御率がリーグ1位になるも、6月21日にトミー・ジョン手術を受けシーズンを終了した。2013年は約1年ぶりとなる7月19日に復帰し、その後は先発ローテーション入りを果たす。 オフの12月16日に1年契約を結んだ。2014年3月23日に2度目のトミー・ジョン手術を行うため、15日間の故障者リスト入りした。3月29日に60日間の故障者リストへ移動し、そのままシーズンを終えた。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2015年2月21日に、 ドジャースと翌年のオプション付きの1年契約を結んだ。開幕は故障者リストで迎え、7月11日に2年ぶりにメジャーへ復帰した。7月30日にリーフとなった。8月3日にマイナー契約でトリプル A 級オクラホマ式ドジャースに移動した。2016年1月6日、ドジャースと1年150万ドルでメジャー契約を結んだが、 1>, 1月27日に40人枠からハズレトリプル A 級オクラホマシティに降格した。スプリングトレーニングには参加する。2018年8月14日に独立リーグアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約。2019年2月28日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結ぶ。7月26日に解雇となる。8月5日にアトランティックリーグの ロングアイランドダックスと契約。90マイルパーアワーほどのフォーシームファストボールとと、チェンジアップとカーブとスライダーを武器とする。ありがとうございます。